はい、こんにちは。今日はですね、グッドノートの使い方のチュートリアルをやっていきます。昨日に引き続きノートアプリの紹介になります。で、私この前のチュートリアルまでグッドノート4を使ってたんですけど、グッドノート5に移行しました。なんか皆さんのコメントでいいよっていう風にコメント来てたので、グッドノート5に移行して、今日はそのグッドノート5のチュートリアルをやっていきます。で、値段なんですけど、今960円になってますね。で、GoodNote 4を持ってる人は GoodNote 5に無料でアップグレードできるので、その時はこのアップグレード版のアプリを押してもらうと大丈夫です。で、持ってない人は960円で買ってください。で、今日やることなんですけど、この GoodNote 5の使い方を紹介しながら、iPad の今5種類、Apple から5種類の iPad 出てるんですけど、この5種類の iPad の比較のノートを作っていきます。で、どの iPad をね、買おうか迷ってる人は、この動画を参考にしつつも、GoodNote 5でどうやったら綺麗なノートが撮れるかっていうのをね、見てほしいなと思ってます。なのでね、今日は結構一石二鳥な動画になってると思います。ぜひ楽しんでください。はい、じゃあ始めていきます。早速ね、GoodNote 5開いていくんですけど、開くとね、こんな感じの UI になってます。一番最初がカテゴリの一覧ページになってますね。で、ちなみに今まで GoodNote 4を使ってた人は、GoodNote 5移ってきた時に移行ボタンっていうのがあるので、その移行ボタンを押したらもう丸ごと、ノート全部こっちに入ってきます。で、新しく始めるときは左のこの新規ボタンを押して、ここからね、ノートっていうボタンが一番上にあるので、ここを押してですね、新しく始めていきます。で、一番最初表紙を変えていきましょうか。表紙は、まあ何でもいいんですけど、今日はね、この黒いのでやっていきます。で、中面のレイアウトですね。中面のレイアウトもいろいろ変えれますね。ここで、横書きか縦書きかを選ぶことができます。で、左の項目、ここですね。ここで、カラー、その、レイアウトの色ですね。黄色か、白か。で、この紙の色を変えることができます。で、今日使うのは、この、ルールズナローって書かれたやつですね。ルールズは、罫線っていう意味で、ナローっていうのは狭いっていう意味です。なので、狭い幅の、レイアウトっていう意味ですね。で、適当に名前つけて始めていきます。で、一番最初にすることなんですけど、ちょっとね、今回は2枚ページ作っていくんですけど、表紙をね、作っていきたいと思います。で、写真アプリを右側に立ち上げて、ここから写真入れていきます。で、今日はね、この写真を入れていきます。皆さんおなじみの iPad のね、画像でございます。適当に撮ってきました。皆さんはね、どの iPad 使ってるのかな？なんかね、最近コメント見てると iPad Pro 買いましたと、あと iPad Mini 買いましたっていう人が多いですね。まあ今日はですね、この5つを比較していくので、まあ今日の動画見てね、買い替えようかなみたいな思ってもらってもいいんじゃないかなと思います。で、こんな感じで画像配置できたら、次タイトルつけていきます。で、今回ね、タイトルつけるときは違うアプリ使っていきます。とね、Over っていうアプリです。Over。皆さん知ってるかな？これはね、レイアウトとかを組めるアプリなんですね。自動でレイアウトが作れる。まあよくあるアプリって言ったらよくあるアプリなんですけど、これを使ってタイトルを作ることができます。で、このアプリ無料なんで、ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。今後もね、私のチャンネルでいっぱい使っていくので、このオーバーっていうアプリ、ぜひダウンロードしてみてください。で、一番初めに、この下の真ん中のところ、プラスボタンを押して始めていきます。で、そうすると上になんか空箱みたいなのが出てくるので、この中から、トランスパーラントっていう、透明の箱を選んでください。で、そしたら、こうやって下のところに、このソーシャルメディアの画角みたいなのがいっぱい出てくるので、今日はね、この中から一番このワイドなものを選んでください。で、ここにね、テキストを追加することができます。で、テキストボタンを押して、ダブルタップを押したら、文字が打てます。で、ここで今日のタイトルですね。iPad 比較。せっかくなんで英語で書きましょう。iPad Comparison です。Comparison が比較。ちょっとね、英語が発音があれですけど。発音はね、Comparison です。Comparison はい。Comparison でやっていきます。
で、文字打ったら、さらにここ下のところにいろんなね、フォントが出てきて、こうやって比較することができます。結構ね、これ無料のアプリにしてはいろいろフォントの種類があるので、ここでまあ適当に決めていきます。まあ、本気のね、デザインとかやるんだったら、フォントをちゃんと選びたいっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、今日みたいにノートのタイトルに差し込むくらいだったら、ここで十分だと思います。で、この前の動画はですね、プロクリエイトでタイトルをこう手書きしたんですけど、それでもいいんですけど、まあ、今日はね、こっちで時短でやっていきます。で、今日はこのフォントでやっていきます。で、サイズと色を変えていくんですけど、サイズは画面いっぱいいっぱいにして、文字は黒色にしてください。で、この状態で完成なので、右上の、書き出しボタンを押してください。で、そしたら一番下にシェアっていうボタンあるので、シェアボタンを押したら、まあ、いつもよく見るようなこういう画面が出てくるので、この中でコピーを押してください。コピーです。で、さっきの GoodNote 5に戻ります。で、この状態で、画面のどっかを長押しして、ペーストボタンを押します。そしたら、ほら、こんな感じで出てきましたね。めっちゃ早いでしょ。しかも、GoodNote にはないような表現が出せるので。で、こんな感じで、サイズとポジション整えてあげます。で、こっから文字ちょっと加えるんですけど、iPad 5じゃない、GoodNote 5になってから、ペンの種類が3種類になりましたね。筆ペンっていうのが増えたみたいですね。でもちょっと私はね、ボールペンが好きなので、ここでボールペンで、ちょっとだけね、注釈というか、文字書いていきます。はい、で、1枚目のページ、これで完成です。もうシンプルにしました。画像とね、もうタイトルボーンって感じで、これで終わりで、で、次2枚目のページやっていきます。2枚目のページもこんな風な、iPad の画像を入れます。で、選択するとトリミングっていうところが出てくるので、これでトリミングちょっとしてあげます。ここは GoodNote 4と同じですね。で、サイズ調整。で、こうやって回転とかもね、できるようになりました。GoodNote 5は回転、画像の回転ができたり、あと画像のこの比率、縦横比みたいなのも変えれるみたいですね。で、iPad の名前書いていきます。一番右から iPad Pro の 12.9。で、次が iPad Pro の11インチ。これ私が持ってるやつです。で、次が iPad Air ですね。で、その次が iPad の、第6世代。で、最後が iPad mini です。で、一番左上のところ、Zoom ツールっていうのがあります。これ、Zoom ツールは、画面全体像は上に見えたまま、下にこの青で囲ったところがズームされていて、そこに文字を書くと、その全体像に反映されるっていうような結構便利なツールです。で、こっからまず iPad mini のサイズから書いていきますね。iPad mini は 203×134mm、 小さいですね。で、 300g です。もう片手に収まるぐらいですね。で、次、iPad の6世代目が 240×170mm ですね。469g。で、大きさとしてはね、iPad Pro の3分の2ぐらいの大きさですね。で、次、iPad Air が 250×174mm で 456g。ほとんど iPad Pro 11インチと変わらないですね。で、次が iPad の Pro の11インチ、これが 247×178、 468g です。一番おすすめこれが一番おすすめ、本当におすすめ。
はい、次ね。次が280、違う、 iPad Pro の 12.9 インチが 280×214mm、 631g もある。ちょっとね、これは大きすぎるかなと、持ち運びにはね、あんまり適してないですね。あのイラスト本気で描きたい人は 12.9 でもいいと思います。で、次行きましょうか。次がね、接続端子です。接続端子は iPad mini と iPad 6世代目と iPad Air がライトニングです。これね、コピペでね、複製してください。で、 iPad Pro は USB-C ですね。 iPad Pro の11インチと 12.9 インチは、USB-C です。で、次は、Apple Pencil の説明いきましょうか。Apple Pencil ちょっと書きます。で、iPad mini は Apple Pencil の第一世代です。第一世代はね、このお尻のところにこの線が入ってるやつです。あの、キャップが外れるからね。キャップが外れるやつです。で、Apple Pencil 書いて、ここに First って書きます。で、投げ縄ツールを取って、選択して、コピー。で、隣行って、ペースト。iPad の6世代目も、Apple Pencil の第一世代ですね。で、同じように iPad Air も第一世代です。で、Pro になると Apple Pencil は第二世代に変わります。セカンドですね。なのでちょっと絵を変えますね。で、第二世代の Apple Pencil は第一に比べてちょっと短いんですよ。あとね、あの面がある、こう丸くないんですよ。カクカクしてる。なんで持ちやすいし、あと転がりにくいっていう特性がありますね。で、かけたら同じように選択してあげて、iPad Pro の 12.91 の方にもペーストします。で、これで完成かな？ちょっとマーカーで色をつけておいてあげます。で、次行きましょうかね。Apple Pencil の充電方式です。充電方式を書きます。で、第一世代の Apple Pencil の、充電方式は iPad に直差しです。こうブスッとね。この端子のとこに刺すと。こんな感じです。これがね、ちょっと不細工なんですよね、正直。あとね、やっぱ不便ですよね。なかなか充電されてない、Apple Pencil が充電されてない問題っていうのがあると思うんですけど、あの、私も前ファーストの方を使ってた時は、Apple Pencil の充電が常にないっていうね、状態だったんですけど、プロに変えてから、セカンドに変えてから、もう Apple Pencil の充電は常に満タン。なので、やっぱりね、iPad Pro か iPad Air を買うか迷ってる人がいたら、Apple Pencil のことを考えて iPad Pro にした方が絶対にいいと思います。もうね、やっぱストレス。の充電がないのはストレスですよ。なのでね、そういう選び方もあるよって感じです。で、次がですね、次が、スマートキーボードです。スマートキーボードの絵を描いていきます。で、これはね、書類系の作業する人とか、あとブログ書く人とかはね、絶対買った方がいいですよ。もうこれないと不便だと思う、あの文字打つのは。で、私はね、あんまりデザイン系の作業、イラストだったりとか、まあデザイン作るのが多いので、あんまり、使ったりはしないんですけど、でも、ビジネスマンはマストバイだと思います。で、このスマートキーボードに互換性がある iPad っていうのが iPad Pro の2つと、あと iPad Air だけです。この3つだけがスマートキーボード使えるんですよ。で、他の2つ使えないんですね。私知らなかったです。この iPad の6世代目は使えません。あと iPad mini も使えません。で、使えないときは選択して、ここカラーを変えれます。で、グレーアウトさせて、バッテン引く。どうですか？これちょっといいアイデアじゃないですかね。グレーアウトさせてバッテン引く。ぜひ使ってみてください。はい、こんな感じでスマートキーボードのところ完成ですね。
で、今日はね、ちょっとあんまり書きすぎてもあれなので、このぐらいにしとこうと思うんですけど、一個ね、ちょっと補足としては、スピーカーは iPad Pro は上下左右4つにあるのに対して、Air と6世代目と Mini は、スピーカーの数は2つです。この違いがありますね、スピーカーに関しては。それぐらいかな？で、あと値段はですね、ちょっと Apple のサイト見てもらってって感じになるんですけど、まあ iPad mini だと4万5千円からですね、まあ5万円ぐらいかな。で、iPad Pro になってくると、まあ10万円、15万円、20万円ぐらいになってくるので、ちょっとね、高いけど。でも、iPad は絶対買った方がいいと思います。本当に世界変わるんで。めっちゃクリエイティブになれるし、表現力広がるし、あとアイデアがめっちゃ湧き出てきます。何でもいいので、ぜひ買ってください。私のね、おすすめは iPad Pro ですけど、皆さんがね、身の丈に合ったものを選んでいただければいいと思うので、でね、使い方がわからないときは、アミティ先生が必死に教えますので、ね、iPad の世界をね、一緒に開拓していけばいいかなと思います。でですね、私ちょっと気になってることが、みんながですね、何の iPad を使ってるのかっていうのがちょっと気になってるので、もしよかったらですね、皆さん自分が使ってる iPad をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。自分はこれ使ってますみたいな感じで、何でもいいのでコメントをください。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。どうでしたかね。一応今日はね、GoodNote5 のチュートリアルだったんですけど、まあ、iPad の紹介もいろいろしていきました。で、まあこんな感じで、iPad オタクがですね、このチャンネルを運営してますので、もし興味がある人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。